鈴木、はい、参考人、はい、この度はこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。私の方からは、配布いただいております、日米貿易協定の虚実というペーパーに基づいて、お話をさせていただきます。本協定をめぐる議論には、私が思うには事実,と事実と異なる点があると思いますので、 そのような点から所見を述べたいいと思いますまず、一つ大きな点は、アメリカが自動車関税および部品の撤廃をお約束したという点でございます。日本政府はそのように話しまして、署名をいたしました。しかし、その後に開示されたアメリカ側の合意内容、英文だけが出ておりますが、それには今後、交渉を続けるとしか書いておりません。 この英文が関税撤廃を約束したと読めるというのであれば、私には全く理解に苦しみます。アメリカ側も自動車の撤廃は約束していないと交渉トップがコメントしておりますし、影響資産についても日本が自動車の関税撤廃を見込んで試算をしているのは理解できないというふうにアメリカ側は指摘しております。じゃあなぜ ななないいい約束をあることにしなくてはいけないのかそれは約束があることにしないとアメリカ側の貿易額の92%を含む協定であると言っているのが自動車の部分が4割ぐらい抜ければ5割少しに落ち込んでしまうこれは過去に例のない前代未聞の国際法違反協定となりますこの点だけでも国会批准は難しくなる我々は 差別的なつまぐい協定の横行が第二次世界大戦まで行ってしまったという反省から、戦後ガットのルールで二国間の重武器協定をやるときは90、九十パーセント上を含まなきゃいけないというルールをみんなで一生懸命守ってまいりました。その結果、二百ぐらいある重武器協定の中で85、八十五パーセントのカバー率を下回る協定はほとんどない状態になっております。 そういう中で日米2国のこの大きな経済圏が、50数パーセントの協定を発行するとなりましたら、これは世界の貿易秩序に対する大きな挑戦であります。前代未聞の犯罪行為ともいえる、戦後の世界の努力を無に期すような事態が生じるわけですので、その点をどう考えるのか、非常に大きな問題です。それから個別の品目で言いますと アメリカからの日本の牛肉輸入については、TPP 合意にとどめられたという議論がありますが、日本は牛肉についての輸入枠、低関税の輸入枠、セーフガードというのを、アメリカの分も含めて TPP11 で11カ国に差し出しました、61万トン、それにアメリカの分は入ってたわけです、それにアメリカと2国でまだ24万トンを加えてしまったわけです。 ででですすすからこれはすでに TPP 超えですしかもアメリカの24万トンについてはそれを超えてアメリカが日本に牛肉を持ってきたら10日間以内に協議を開始してアメリカの枠を増やしていくということをサイドレターで決めていることが後で明らかになりましたこれは結果的にはアメリカの枠をどんどん増やして9%でアメリカはいくらでも日本に持ってくれるこれるということを やっていくということでありまして、政府ガードのガードには全くならないという大変な事態を招くことになります。それから日本からのアメリカへの牛肉輸出は、アメリカが何十万トンなのに、日本からはわずか200万トンしか低関税枠がございません。それが最大6万トンといいますが、それは他の国の枠も含めてのことですから、200万トンを少し超えてもまあ低関税で、 いいよといいうぐらいの約束にしか見えませんところが TPP 全体のときにはアメリカはその200トンの枠も拡大しいずれはなくして15年後には完全も撤廃すると日本に約束してたんですそれを完全に保護にされて200トンが少し増えるだけになったことが日本の成果だというのは私には理解できませんそれから米や乳製品は勝ち取ったと言いますが 米はご案内のとおり、カリフォルニアの出産物で、トランプ大統領にとっては、どう頑張っても負けるカリフォルニアは、むしろいじめた方がいいぐらいの形で対応したと言われております。じゃあ、乳製品などの枠はどうかと言いますと、乳製品やその他33品目、TPP ワイド枠といって、アメリカの分も含めて TPP11 の国にすでに譲ってしまっているわけです。だから TPP 水準ははそこで日本にとっては 実現されてしまっているわけで、アメリカの分がそこに加われば、もうすぐに TPP5 円になるわけです。それが回避されたからといって、それはアメリカから見れば TPP マイナスということで、先ほどの先生の,あの評価もありうると思いますが、日本から見れば、すでにアメリカの分も含めて、えー、TPP11 で実現し,してしまっているわけですから、えー、その点をよく考えないといけないのではないかと思います。えー、それから 奇妙なことにですね、えー、今回の協定の日本側の約束内容の中に、アメリカが将来にわたって特権的な待遇を強く要求するということが書かれております、これはアメリカの単なる希望的観測ではございません、日本側の合意内容にこのことが書かれているということは、大変重要な意味を持つと考えます。そもそももアメリカが一度日本から得た 合意内容をもももうういいいいらないとといとわわけけはございませんすすででに米の団体もの団体体何とかしろと言ってるわけですだからこういうことがこれからすぐに起こるわけです。えー、そして自動車のために農業を差し出した、えー、わけではないとい、こういうことはしないというように言ってますが、えー、交渉官がすでに記者会見で、これから自動車の交渉をするにあたっては、まだ日本の農産物はだいぶ余裕があるので、それを カードに使うと本当に言っちゃってるわけですよね。えー、このことは非常に、えー、あの正直だったなと思います。それから、二十五パーセントの自動車関税は発動されない。本当に約束されたんでしょうか？どこにも書いてありません。むしろ、協定本文には、安全保障上の理由で、この規定に関わらず、本協定の規定に関わらずやれるんだということが書いてあるわけですから。そのことの意味は大きいと思います。 逆に言えば、えー、このような安全保障上の規定が入っているんであれば、日本の方こそ安全保障上の理由で食料の関税障壁はもっと高めるというぐらいですね、言い返せばいいじゃないですか、えー、そういうことが問題です。要は、えー、EU は25%の自動車関税で脅されても、ですねそれは犯罪行為であるから許さないと言って対抗しました。日本ははそその犯罪行為に対していいやいやそれは困るから いろいろ出すから、うちだけは許してくれという話になっちゃったので、どんどんいろんなものを、えー、出,さら出さされて、えー、そして中国との関係で余った、えー、トウモロコシまで600億円分、尻拭いしなさいと言われて、それまで約束してしまったと、えー、どんどんです、ね、犯罪者にお金を払って許しを請うような形の交渉をやって、その挙句が日米2国でさらなるです、ねえー、前代未聞の 犯罪行為 WTO 違反協定を今本当にこのままやるんですかということになってきたとですからウィンウィンだと言いますけどもどこがウィンウィンなんでしょうか農産物だけ取ってみても日本側の農産物の関税撤廃率は72%になっておりますアメリカ側は明治大学の佐久山先生が書かれてますがなんと 農産物のアメリカの関税撤廃率は1%です、えー。このような形でですね、トランプ大統領にとっては自動車も勝ち取りました。えー、日本には撤廃しないというですねことを貫きました、えー。農産物も欲しいものはもらいました。まさにトランプ大統領の選挙対策としてウィンウィンなわけでございます。それに日本が一生懸命協力しているというのが今の状況ではないでしょうか。 えー、そして4ページの資産の表がございますが、我々が政府の GTAP モデルというものと同じモデルで再計算をしました、えー。自動車の関税撤廃が行われなかった場合には、日本の GDP の増加率はほぼゼロです。そして、日本の自動車の生産額は、えー、むしろ800億円ぐらい減ります。えー、そして農産物は 最大9500億円程度のマイナスが生じます。数字は正直です。自動車も農産物もすべて失なっとるわけです。ですからこのようなですね、乾杯の完全に日本側が負けているということが明らかな協定を前代未聞の国際法違反まで犯して批准するという事態の深刻さ、誰のために何のために。 これをやらなくてはいかんのですか、えー。そのことをよく考えていただきたい。そして、えー、こういうことをやってますと、日本の農業、大変なことになります。すでにご案内のとおり、日本の地域の農業は、えー、生産構造脆弱化で、えー、もう5年、10年で集落がなくなるようなところがどんどん増えてます。それにこのような畳みかける自由化をやりましたら、何が起こるか。えー、ここに一つの試算がございますが、えー、その、 4ページの緑の部分を見ていただきますと、あ黄色の部分ですね。2035年ぐらいに牛肉や豚肉では自給率が1割台になるかもしれない、こういう状況が目の前に来ておるわけでございます。だからここののように農産物の自由化を進めることは えー、農家の問題ではあるが消費者はメリットだと言ってると大変なことになると安い安いと言ってるうちに、えー、アメリカの牛肉の、えー、エストロゲンは600倍も入ってるとか、えー、成長促進剤のラクトマパミンすべて乳がん前立性がんとの関係が強いと言われてますそれから BSE に狂牛病にかかっている牛はアメリカでは十分、えー、検査がされてませんが日本は5月17日に えー、このアメリカ産牛肉を全面解禁しました。これが日米協定の最初の成果でもあります。それから遺伝子組み換え食品につきましては、アメリカからの要請を受けて、えー、遺伝子組み換えでないというような表示を2023年に実質禁止することが決まりました。ゲノム編集については10月1日からアメリカの要請を受けて、完全の話にしております。アメリカの トウモロコシ、大豆、小麦に、えー、直接かけられている除草、えー、剤、アメリカがもっと振りかけなきゃいけないということで、日本人の安全基準値を残留が多くなるから、もっと高めろということで、これも、えー、高めてしまいました。イマザリルとか OPP とか、えー、収穫後の農薬、日本では禁止ですが、アメリカから運んでくるときにかけなきゃいけないと。 食品添加物だということで、無理やりそれを認めてきましたが、アメリカはそれによって、表示をしなきゃいけないのが、アメリカのに対する不当な差別であるから、これをやめろと、TPP の交渉の時から言ってまして、今の日米協定の中で、この表示を廃止する議論が行われていると。 病気になって早く死ぬとどこが安いんですか牛丼、豚丼、チーズが安いと言ってるうちにどんどん病気が増えていかんと国産の安全安心なものを支えなきゃいけないとなったときに自給率が1割になっていたらもうですね、手遅れです、えー。その瀬戸際まで来てるということを私たちは考えなきゃいけないんじゃないかと。国国民の命を守り国土を守守り土るには どんな時にも安全安心な食料を安定的に国民に供給すること。それを支える農林水産業の持続が不可欠であります。農は国のもとなり、そのためには自給率をしっかりと維持し,していく。これが世界の常識です。それがどんどん下がって37、三十七パーセントまで下がっても、まだ下がっても構わないと。自給率が死後になろうとしているのが、我が国の現状です。 アメリカから何兆円も武器を買いますだけが安全保障ではないと思います。職を握られることは国民の命を握られ、国の独立を失うことだと、肝に銘じて、まさに真の安全保障の一角を担う農林水産業を支える政策を再構築すると、このようなとどめない自由化が本当にいいのかということを考えなきゃいけない。 食料がなくなってから代わりにオスプレイをかじることはできません。それともう一つ申し上げておきたいのは、今までの経緯を見ていますと、先生方が、あるいは霞が関の皆さんが国会などで発言されたことが、後になって違ってくるわけですね、現実が。その時に誰も責任を取らなくてもいいというこのシステムそのものに私は問題があるんじゃないかと思ってます。 参考に時間が来ておりますの、はい、じゃこおまこれでまと言で終わります。TPP には参加しないと言って参加して、重要5品目は守ると言って、守らなくて、日米 FTA を避けるために TPP11 だと言って、今度は日米 FTA になったと。えー、今回は、えー、自動車関税を。時間が来ておりますのでおまとめください。おまとめください。 まとめておりますんで、お待ちください。はい、今回もいろんなことがそうではないと言われてますが、これが本当になったときには、じゃあどうやって責任を取るんですか、このことについて、きちんと責任を取るシステムを作っていただかないと、えー、どんどんですね、その場しのぎの虚偽で、次々と悪い段階に物事が進んでいくという、このことを止めることができません。えー、今回ののような協定を、えー、このまま えー、承認すれば、え特にアメリカは議会承認が必要ないわけですよ。日本だけがこれをやって世界から非難されることになれば、その責任を取るのは国会議員の先生方です。鈴木参考参考人。はい。以上でございます。時間がもう過ぎております。はい、ありがとうございました。次に内田参考人をお願いいたします。はい、内田参考人お願いします。はい、よろしいでしょうか。 ご静聴にお願いします挙手をお願いいたします内田,内田参考人はい、えー、貴重な機会を与えていただきありがとうございます、えー、私は npo そして国際 ngo という立場つまり、えー、国際市民社会のですね一員としてこの貿易協定、えー